はい、どうもこんにちは、ジャロン君と。よろしくお願いします。メンテ開けて新フェーズということでね。うん、どうお二人は。ああね、確かに。あ、そう。いや確かにね、僕もね、まあいろんなゲームやってるけど、こんだけ盛り上がんない、開幕は、初めてかな。視聴者の皆さんどうでしょうか、そういう風に感じているのはってことで。うん、だからね、まあ YouTuber としては、そうね、いっぱい動画出したいよね、この時期ね。うん、まあでもあんまり動画がないっていうことなんで、まあちょその中から、まあ動画がないというかね、ネタがないじゃないんで話していきたいと思います。まずは、公式サイト、見ていくとシーズン5ということで、まあね、サムネイルが変わったよっていうのはね、わかった、気づいた。あ、そう、気づかなかった。うん、ユナイテッドっていうことでね、ドミネート・ザ・ゲーム、まあ、世界中で高め続けるサッカー熱に合わせて、さまざまなイベント、ゴールへの効率的な道筋を生み出すことがクリアの鍵となる新しいタイプの対 AI 戦イベントが登場予定。これまでドリームチームを支えてきた選手たちや新たに加わる選手を強化できる新しいアイテム登場ということで、今までは、まあ、経験値トレーナー、いわゆるレベルを上げるトレーナーと、あとスキトレね。うん、そうだからね、そのもう一つ新しいやつが出るみたいなんですけど、何が出るでしょう。あ、ポジトレか。まあね、過去に出てたからあるかもしんないよね。うん、何、あ、ブースターを、あー、入れ替えたり、ブースターをまあスキルみたいに入れ替えるみたいな、それはないんじゃないじゃないの。うん、まあそんな感じでね、まあ新しいやつが来るっていうことで、まあポジトレかなっていう、僕個人的にはポジトレだと思うんですよね。で、なんでかっていうと、今までさ、週刊選手ってまあポジションのトレーニング、なんかこうね、ポジションが変わって出てくるみたいなのを、まあ、良さにしてたけど、2ヶ月前ぐらいかな、結構ね、週刊ガチャの傾向が変わって、あ、これ面白いなって思ってたんですよ。もう他の、気づいた？あ、気づいてない。そう、他の YouTuber もあんまりネタにしないんだけど、あ、なんか変わってきたなと思って。で、今コナミがね、全体ちょっと深い話になっちゃうんだけど、どういうゲームにしてるかっていうと、能力によって選手のね、動きが変わるみたいな感じにはしてるんですね。うん、で、まあ僕もね、動画の中でちょいちょい言ってますけど、まあエピックではこう表せない、例えばドリブルだったらボールキープとドリブルは高いけどボールコントロールは低いとかさ、なんかの1項目が欠けてるみたいな選手が習慣で来てたりするので、それで動き変わったりするから、結構それがね、個性的でエピックでは表せないから、で、そこで差別化できるから、もうポジションで差別化する必要がなくなったんじゃないかなと思って、だからポジトレは、うん、結構あるかなみたいな。うん、え、あ、習慣の、いや、ブースター、あれは子供騙しでしょ。だって別に最初から上げててもいいけどさ、あえてだって自分でね、下げてなんか尖らせるみたいな、今まで別に尖ってたじゃん、能力、それをさ、後からブースターって言って、しかもブースターの良さってさ、その育成をする上でこう、ここを上げなくていいみたいなので、じゃあポイントが節約できるから他のとこフィジカル上げようとかさ、そういう使い方じゃん。だからもう育成もできないのにブースターあっても意味ないんだよね。うん、だからそういうキッズたちがさ、美課金とか無課金のキッズがエピックだけブースターついても無理だよ、俺ら勝てねえよ、ブースターなしのやついるわけないじゃん。そうそんなやっぱ声があるみたいだから、うん、だからちょっとそういうのは、うん、そういう、まあ子供騙しって言ったらね、なんか変な感じになっちゃうけど、まあそうみたいな感じです。うん、ということでね、まあ新シーズンはね、一応そうだね、新しいトレーニングコーチじゃない、選手育成のアイテムが出るっていうところが一番おすすめですが、まだ出てません。うん、今シーズン出るよっていう。で、シーズンが3月7日から4月11日までなんで、まあ、約1ヶ月ですね。うん。あ、そうね、まあ、まあ、34日ですか。そうね。うん。まあ、いいだろう、約1ヶ月で。おい。はい。という感じで、やっていきたいと思います。まあ、その中で出てくると。うん、で、今シーズン出てくるエピックとしては、ガブリエル・バティストゥータ、ポール・スコールズ、でラファエル・ファンデル・ファールトなどが、
各国リーグや国際舞台で輝かしい実績を残した選手が、レジェンドビッグタイムで出てくると、まあ、あとは現役の、ビッグタイムですか、まあ、ショータイム、あ、だからガブリエル・バティストゥータたちはエピックですね、失礼しました、ブースター付きのエピックと、まあ、そういう感じで、まあ、期待できるよということで、うん、あ、そうね、そうそうそう、俺はね結構バティストゥータのイメージあるからね、うん、結構楽しみにしてる、うん、ただな、でもバティストゥータあの時はな、ちょっとまたなんかちょっと独自の動きみたいあったんだけど、あんまそれがね、そうそうなんだ、俺がねバティストゥータ使ってた時は横パスワンシューみたいなのあんまやってなくて、みんなそれがね一番やりやすかった選手だったから使ってたんだけど、あの時期ね、そう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 、横パスワンシューしか俺もう点取ってなかったから、でまあそれで今、まあもうみんなやるじゃん、だから対策されてんのよ、それまた新しいこう戦い方っていうかね、使い方ができる能力のバティストゥータだったらまあいいなって思います、うん、まあそんな感じで、今シーズンはまあ2つですね、ポイントとしては、週間ピック、うん、週間ピックじゃん、あのアイテムと新しい強化アイテムと、バティストゥータたちが出るよっていうところが、まあ、ニュースでございましたと、であとは、まあ、まあ細かいところというか今から予想できることはないので、うん、まあおいおい出たら話していきたいと思いますんで、まあ今後のね動画も楽しんで期待していただけたらと思います。じゃあ実際行きましょうかね、行きましょうかね、はい、ということで、まあ何が変わったのということでゲーム画面に入っていきたいと思います。まあスキトレですよね、スキトレめっちゃ来てるっていうのは、まあシーズン開幕の時ね、うん、どうやってやっていくかみたいなね、こういうさ、大量にスキトレが来た時って、まあ普通に、いつものスキトレみたいな使い方する？それともなんかこう、俺とかだともうなんかこう、なんて言うんだろう。近づけ？例えばムバッペに変なスキルついちゃってて、それを書き換えたいみたいな。特別強化ができないやつ。あれにもうぶっ込んでるね、俺は。まあ十何個あれば、一個ぐらいスルーパス来るんじゃないかみたいな感じ。うん、2人はどんな感じ？うん、変わってるね、なんか取っとくんだ、スキトレ使わないタイプ？うん、なんでそれは？ああ、いやなんか、うん、なんか課金とかでそういう考え方ってはある、聞いたことあるけど、うん、なんかね課金しちゃうと卑怯な気がするとかさ、なんか自分の実力じゃない気がしてとかはわかるけど、スキトレは使わないわ、あんま聞かないかもね。楽しいの？お、楽しいの、へえ。まあそっか、でもそのもともと持ってる選手の個性を生かしてみたいなところが気持ちいいみたいなさ、そのなんかあんまスキトレまで変えちゃうともうその選手じゃなくなっちゃうよみたいな、初期あったでしょ、スキトレ来た時にさ、なんでムバッペ、なんかこう例えばメッシとかにブロッカーとかインターセプトとかもつけられるわけじゃない、それでなんかね、それもうメッシなのみたいな感じでちょっと拒否反応示した人はいるからね、まだいたんだそういう人、そっかそっか、あ、まあまあまあ、うん、僕はね、そういう意味で言えば、週刊選手に、まあ、今でもね結構つけたい人いないのよ、その書き換えたい人が、書き換えたい人がいないから、とりあえず、うん、今回はまあ、うん、普通になんだっけあいつ、そう、ロンバルジに行こうかなと思って、そう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 、うん、ああ、ありがとうございますね、本当にね、その気持ちに応えてぜひ神引きしたいと思います、ありがとうございます。はい、ということで、まあ今日ガチャですかね、なんかシーズンね、やっぱりこう、この今まではね、ブラジルエピックとかさ来たね、ネイマール、ロマーリオとか来てたけどね、今回トルコリーグのショータイムだけということでね、視聴者さんの方も結構がっかりした人いるのかななんて思いますけど、そうですね、うん、まあ4名来てて、まあ見た感じ、うん、引いてないでしょ、まあ引かないよね、引く、まあ引くやつバカかなみたいなね、ちょっとこいつ大丈夫かみたいな、 YouTuber としてどうなのみたいなあったんだけど、俺はまあライブ配信してたら視聴者の人が、まあ、悪ノリでね引いてくださいみたいな感じでスパチャくれたから、まあ引かざるを得ないっていうかね、まあまあそれは引くでしょうってことで引きました。で、今ね30回ぐらい引いて、僕はねこのイカルディとカズオールでしたっけ、引きました。
結構神引きですね。であとまあまあ、まあ、ハイライトも別に見どころはないっていうか、まあショータイムもそんな見どころはないんですけど、イカルディは、まあ、能力、まあ、まずねブースターがトータルパッケージなんですよ今回。でトータルパッケージ同士だったらいいとかだったら中村俊輔とか生きるんだけど、あのちゃんとリーグ揃えなきゃいけないから、まあ、トルコリーグでそう1人入ってたらプラス1で11人入ってたらちょっともう覚えてないんだけどね、どうでもよすぎて。確か11人入ってたらプラス2で20何人入ってたらプラス3みたいな感じで、まあほぼブースターかかんないだろうっていう状態で使わなきゃいけないっていう、まあ、選手が来てます。うん、もしくはちょっとあのトルコイベントをどうしても勝てないっていう人に対しての救済みたいな感じではあるかなということで、まあイカルディ、うん、そうね、まあこれ、まあ、ほぼ使わないよねディビジョンだとね。でまあやっぱフェノミナルね。で毎回そうなんだけどさ、俺フェノミナル来たらやっぱスキル自体は強いじゃん。フェノミナルもう後ろ向いてシュート打てるから、だからなんかあるんじゃないかと思ってね、育成してさ、まあイカルディ今回も取ったし、でまあロナウドの時もそうだし、ハーランドの時もやっぱりこうあのなんかこう期待を持ってね 4,5 時間やるのよ試して、もう結局やっぱねインパクト打てるような隙与えて もらえないで重いしね。だから俺フェノミナルついてるやつはもう外れだと思ってる。だってあのメッシとかにフェノミナルついてたらめっちゃ強くなるから、フェノミナルが強すぎる分あんま強くない選手に乗っけてるっていうのはコナミさんあるかなとは思いますよ。うん、まあ外れです。いわゆるちょっと重くて、うん、まあ大砲タイプっていうの、シュートだけ、そうスアレスとかね、そうまあハーランドも そうかハーランドもそうか、うん、あそうね、うん、出てくるなお前な、めっちゃ出てくるじゃん。あそうそうそう、まあ、うん、おーっすね、そうまあちょっとまた後で聞くわその後はね。まあそういうタイプではあるよっていう感じでございます。はい、で、ジェジソン・フェルナンデスですか。まあボックストライカーで能力的にはね結構良さそうだし、レベルも39まで上がってるっていうところで、まあスキルもねワンパスルーパーって、まあ守備的なスキルはインターセプトとかしかないんで、まあつけたらいい、まあ万能型になるかなっていう感じです。でオフェンスディフェンスが結構どっちも低いんで、まあ中盤ボックスボックスとして、まあ本当にバランスよく動けるかなっていう感じがします。うん、だから逆にねこれスキルつけないとちょっと使えないかなみたいな、うん俺は思うね。だからあのオフェンス特化型とかだったらこのスキルでいけるんだけど、それにしてはオフェンスが低いから、そう決定力も低いしね。そうオフェンスが低かったらせーのパスへの反応が悪くなる。そうね、あとあの単純にフリーであるっていうかね、パスコースをこうボール持ってる人に対してその周りの人でオフェンスが高かったらこうパスコースね、いつでもパス受けれますよみたいな感じでディフェンスがいないところ陣取ってくれるからね。そうせーの陣取ってくれる。そうそうなのよね。いやいいよね。うん、だからまあいいかなと思います。はい、あよくないんだごめん嘘なんか適当になっちゃった、最後集中力なくなっちゃって、あのまああのディフェンス系のスキルつけてバランスよく育成するっていうのが一番いいかなって思うけど、そうなってくると、まあ、全ての能力が中途半端になっちゃうかなっていう気はします。はい、でやっぱあのね、あそうそうちょっと先こっち行こうか。うん、まあ身長低いよね。うん、だから、まあ、当たりはねフェルディ・カズオール、はい、この人は攻撃的サイドバックなんですけど、右ウイング、そうそう俺のと好きなタイプなのね。サイドバックで攻撃的なさ、アルフォンソ・デイビスをねもうウイングで行っちゃったわけじゃん俺がね。あれ革命的だったでしょ。でめっちゃ強いと、でみんな真似してね、うん、みんな真似してないか、みんな真似してない、まあ取った人はね真似してまあそれの右ウイングバージョンということで、まあこういう育成してます。はい、今バフが1かかってんのかな。うん、そうだな、ボールキープ3かかってんの、なんでボールキープは違う、1かかってんだ、監督っていうかスカットのバフが2で1か、うん、でもこんな感じです。スピード瞬発があってドリブルが高くてボールキープという、うん、まあなかなかいないタイプですよね。うん、ウイングだとスピード瞬発がまあ95とかさ99とか、まあかなり高いっていうのあってもボールキープが低いタイプとかはいたんですけど、そうこの人はねドリブルも高いしボールキープも高いと、
でグラパンも高いし、まあ、決定力も高い。決定力がねもともと低かったんでね、10ぐらい振った、8か8振ったんですよ。でこれはねまあ分かれる、もうあのシュートはいらないと、うん、パもうドリブルコネコネしてパス出せばいいんだと、まあ、ペナ内でねコネコネして誰かがフリーになったらパス出してっていうのは全然ありいけるから、それ考えるとシュートの8をまあドリブルに振っちゃってもいいかなっていう感じはする、うん、でパスもそんなに80まで上げてみたけどそんなにいらないかな、ね、あのドリブルでこねて侵入していく場合はね。ただ俺はあのやっぱアルフォンソ・デイビス的な動きを意識してたから、まあ一回このもうバもうそ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 う、あのまだ無料期間だと思ってたから一回これで育成してみようと思って、あ育成じゃもう60万払わなきゃいけないんだみたいな笑ったよねあれねそうだからまあ本来だったらこうまあ多分ねリベリとかメッシとかあのコネコネしてペあのサイドでうざいタイプあれできると思う、うん、だそれするんだったらもうちょっとドリブル振って感じかな、うん、だからまあかなりねリベリとか好きな人はかなり強いと思います。でリベリより身長4センチ高いけど体重がねちょっと低いのかな、そんなにね変わらない、うん、まあ言ってもね俺リベリ持ってないんだけどね、まあまあまあ笑いすぎ笑いすぎ、都合浅いねまあまあ そんな感じでこの人結構強いんじゃないかなと思います。であのトルコスカット入れるとめっちゃ強くなる、マジで全部差上がるからだからトルコの時大活躍。まあでもねガチ使い入れでもいいかなって思ってるけど、ちょっと何試合か使ったけどさ、まあ、メンテビっていうのもあるし夜だからやっぱちょっと重いこう試合しかなくてさ、そのなんか感覚っていうの軽い時の感覚でちょっと考えちゃってたから、なんか重いなってなってそうそうそう、まあでも抜けていくんだけど、うん、まあそれに慣れずに重さに慣れずに使えなかったから、だったら軽い時間にちょっと試そうっていうので、まあキープであるけどまあ普通に強いはずです。まあこの人は強い、だからまあ1万円でねこの人、まあガチスカ級っちゃガチスカ級だと思います。うん、まあポジションがねそうで、ただポジショントレーナーが来るんであれば CMF で左ウィングできるんで、まあ、さすがにセンターバックとか無理だけど、この能力じゃ。まあ、OMF がとか ST が入ってたらマジで最強だったと思うけど、まあ、そう考えると CMF、ST できるっていうのを考えると、あ、ST じゃない。CMF と左ウィングできるってことを考えると、まあまあまあ、普通にガチスカ、ベンチに入れてて、うん、まあ、いい選手かなっていう気はします。はい。なので、まあ、1万円で、このガチスカ系のね、リベリ的な、メッシ的な、選手を使い、取れて、なおかつ、この3人。で、まあ、トルコイベント、めちゃくちゃ多いじゃん。もう、バカみたいにぶっ込んでくるから、コナミ。うん、それが、まあ、3人。まあ、3人っていうか、4人ね、入れれば、で、3ずつ上がるから、トルコイベントだと。かなり無双できました。もう、だいぶ楽になりました。そう。これ結構、そうそうそう、GP だな。GP のあれで。ね、なんかこう売っちゃうからさ、いないのよ選手が。結構のレンタル選手だけでやってたんだけど、だいぶこの2人いるだけで楽になりました。ただトルコイベントでもやっぱイカルディはね難しい、うん、やっぱ簡単に裏抜けとかしてくれないからね、うん、手数がいるっていうのはあるね。そうだからボックスストライカーね強くないんだけど、強くないわけじゃないんだけど、ライブレと比べてやっぱランクマランクバってね、自分より弱い人を制圧する、圧倒的な勢いで勝つっていうのをさ続けろが、試合何試合もやれるっていうのあるから、もう脳死でねうわーってやるのが一番いいじゃん。それに向いてんのはやっぱライブレかなっていう感じがしました。うん、まあそんな感じですということで、皆さんどうでしょう。一応週間はね、まあちょい強でしたね全体もう引いちゃったんですよ僕。そう引いちゃって、まあ、クリスティアン・ロメロ、ガレーノ、アルフォンソ、アレラ、アレオラ、来てて、まあ、うん、弱くもないけど、めちゃくちゃ課金してたりとか、まあ、長く、週刊ガチャ引いてて、スカットが揃ってる人は、まあ、いらんかなっていう感じではあったね。うん、そうだね。うん。まあ、そんな感じかな。うん。だから、まあ、今後、出てくる、新しいアイテムと、うん、そういうのに楽しい。ご期待したらいいかなと思いますんで、はい、終わりたいと思います。以上です、お疲れ様でした。俺だけじゃん頭下げてんの。せーの、お疲れ様でした。こんにちは、私チャマはイーフト最強を目指す団体
イーフト最強を目指したい NO1 というのを作りました。最強を目指したい、俺も強くなりたい、技術を向上したい、そういう風にイーフトを楽しみたい人を募集しております。ディスコードサーバーに入ってみんなで交流して仲間と一緒に強くなりましょう。ディスコードサーバー貼っときますんで、ぜひ参加してください。最強になりたい、もっと強くなりたい、そんな君を待ってます。Bye.